何の情報も知らないので何を着ていいか悩んでます。髪も上げた方がいいのか下ろした方がいいのか、どこに行くのか楽しみです。今日はですね、ノアさんがなんと疲労にお店を予約してくれたみたいなんです。それでね、自分はお店分かっちゃった。多分そうなの？違うかな。あそこのお店だったらすごい高いんじゃない？多分お店、自分の勘だったらあそこな気がします。何より？イタリアン。イタリアンですよ。あ、すごいいいお店です。ノアが韓国料理以外で予約してくれたの初めてかも。いやいやいや。ここ予約取れたんだ。アッピアですよ、アッピア。アッピアでした。大変です。先から取るの忘れちゃってんの。いいんだよ。まあね。そして誕生日でもらった時計をしてきたんですけど、まだ設定してません。あれ、なんでつかないの？充電したの。いただきます。おいしい。おいしい。いいしてみて。あ、綺麗。すごいね。うん、綺麗です。お。黒いわ。いいですか？うん。おめでとうございます。明日当日もすごいことしてくれるみたいなんです。今日は前夜祭でございます。うん、今日は何ともない。これはもうまだまだですね。そう、うん、こんなのもとりあえず今日ごちそうさまでした。おめでとうございます。はい、さらに、はい、さらへ、はい、ありがとうございます。おさむりだ。はい、ご飯から帰ってきました。正直あんなに高級なとこ連れててくれるとは思わなくてびっくりしました。ごちそうさまでした。みなさんこんにちは、ノアです。今日は大輝の誕生日で、大輝にランチを食べに行くって嘘をついてサプライズ。リモスどうすればいい？これケーキはこっち。うん。たっちゃんおはようございます。おはよう。後ろに乗った方がいいよね、僕。いいよ、一旦そこで。オッケー。わかりました。でもさ、こんな時間にさ、ノアがランチ行くか。いやでも誕生日だからね、一応。うん、だからまだま。夜じゃなくてさ。うんうんうん。夜じゃなくてこの昼間っていうのが怪しいよね。わかる。ってことにしてる。なんかあ、これだ。相乗りみたいじゃない？やばいよね、この。こんにちは。こんにちは。この中に風船入ってる。気になるね。多分鼻水とかも。全部ビタミン。あ、OK。ハロー。何もわからないよ。本当にわかんない？本当にわかんない？ランチって珍しいねとか言っちゃった。ちょっと待って、ね、もうすぐ連れてきて。楽しみすぎる。本当にここもう歩いて
ったらドアをピャッて開けてね、ここの窓開けて取っとくから、うん、ここにいたら怪しいから怪しくない？もう前出したら分かんないと思う。この車初めて見るでしょ、多分。うん、すぐ手みんなで叫ぶ。ああいいね、待ってくださいって叫ぶ、うん、気づいてないはずだからね。そうだから、あんまりうちら顔を道路側に向けない方がいい。分かった、歩道側に。楽しみ。緊張するね。わかる。ね。タイミングむずくね。タイミング超難しい。そろそろ。開けたって。そろそろ。あれ。イエーイ。あー、ほんとだよ。行かないから。行かないから。そうだよ、僕は後ろ行くからね。お誕生日と。なるほどね。お誕生日おめでとう。今、いや自分で動画を回そうと思ってたのに、なんかね、ノアが、うん、すごい今日優しくて、それは誕生日だからね、調子狂うと思ってたんですよ。あー、面白い。本当知らなかった？知らない。あー、感づかなかった？なんかありそうかもみたいな。いや、ランチって言うから、うん、いや、このメンバーは夜だと思ってた。あー、なるほどね。昼は確かに思わない。でもこの人はまだこれから何が起きるか何も知らない。そうだよね。ここに連れてきたの？車に連れてきたの？何だと思ったの？この車。でもこの車怪しいと思った、ちょっとだけ。あーでかすぎなんだもんね。うん。わかる、ちょっとでかすぎ。しかもだっていつもだってあそこからタクシー乗んない、乗らないからさ。いや、これわざわざまゆこがお兄ちゃんの家行って、お姉ちゃんの家行って貸して、借りてきたのよ。素晴らしい車を。ありがとうございます。あとこのカメラの量よ。ありがとう。どこに連れてってくれるんでしょう。全然わかんない。車で近場でみんなで行ける楽しいところ。映画館行くわけじゃないよ。みんなでスケートしに行くのか。スキー行くの。本当にわかんない。じゃあ楽しみしてください。羽田空港行くの。沖縄行くじゃない。みんな全部反応。ああね、多分もう一回も答え出たんだと思う。乗馬。お、乗馬ね。ああ。もうあなたは楽しみにして待ってればいいのですよ。わかりました。わかる。本当にそう。でも当てたいじゃん、うん、どこ行くか。まあね。でも今まで答えは出てない。出てない？うん、出てない。合ってないの？うん。そんな簡単だと思わないでください。わかった。なんかあのバーベキュー施設行くんでしょ。ああ、いいね。どうだ。長い時間車を走らせてます。全然帰ろうとしないのみんな。多分ね、どっかね、止まる気がします。で、体育外見てて。わざとらしい。いきなり。そうだよ、わざわざ。そうなんですよ。分かった、ごめんごめん。ここ借りたの？あそこにあの車止まってる。そうかも。いや、ここ絶対ここです。車止まってる。え、てかこんなところに入れなくない？あ、そうなんですよ。あら、あの車も、あれ
はい、一緒じゃないです。え？ちょっと待ってください。このこのこれでいいかな。このアプリ適当にいじってもらえれば。3月21日から3日までの予約ですね。これ明日になってるわ。え、はい、今日20日ですね。やばいやばい、嘘でしょ。やばいですね。はい、やばいやばい、こちらが間違えてます。あ、失礼しました。どうしよう。大丈夫です。はい、これ予想してなかったよ。これもサプライズなんか。ちょっと待って、ありがとうございます。これ僕らもサプライズなんですけど。本当に。一瞬止めた。ちょっと一瞬考えましょう。作戦作戦作戦。作戦。なんかすごい海外感がすごい広くて広くて広くて。すごいイルミネーションだね。誕生日だからやってくれてるんだよ。너무너무다행하니니진짜네나그대로돌아가는줄알았어よかったよかった。今日の2番目の第2弾のサプライズ、そうでした。作ってくださったメイクさんに皆さん拍手を。イエーイ。皆さんすいません。なんでよ、なんで謝るのよ、メイクが。あ、ここにある。みんな行きましょう。はい。今日皆さん、私のために時間をありがとうございます。35歳も頑張ります。これからもよろしくお願いします。あと、え、今日。大気のために皆さんこんな遠いところまで来させていただいてものすごくありがたいと思ってで、今までやったことないこのサプライズ、大気の35歳を記念してこうやって皆さんとやれてすごく嬉しいのです。同じこと言ってた。乾杯しましょう。はい、おめでとう。おめでとう。センターこのドア、すごいすごいことが起きてるんでしょう。こちらドア開けていただいて失礼します。はい、ちょっとね、見たら見えちゃうから。あ、そうなの。つけパンダ開けた方がいい。あ、分かった、パンダに1時間どうぞ開けてください。1時間半かけた芸術を見てみよう。オイラになってんだろうか。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear大輝、ハッピーバースデー to you。 ピンポン泣いてる。